YMCA とはアメリカ合衆国のディスコグループであるビレッジピープルが1978年にカサブランカレコードからリリースしたディスコソングのシングル。作曲はジャック・モラリ、作詞はアンリュベロロとビクター・ウィリス。YMCA とはキリスト教青年会による若者のための宿泊施設のことを指すがユースホステルのようなドミトリーの部屋もあるためゲイの創屈とされ、 YMCA はゲを指すスラングでもある。ビレッジピープルはもともとゲをコンセプトにメンバーが集められた。この楽曲もゲが題材となっており、歌詞の中には様々なキーワードが隠されている。屋外ライブでビレッジピープルのメンバーと共に振り付けを行う観客、しかしゲをコンセプトとした曲ながら高い人気を獲得し、ビルボード市では 1979年2月3日に週刊ランキング最高位の第2位を獲得。ビルボード市1979年年間ランキングは第2位。全世界でのシングル売り上げは1000万枚を超えた大ヒット曲で、ビルボード市の集計ではビレッジピープル最大のヒット曲である。日本でも オリコン洋楽チャートで1979年1月22日付から10週連続1位を獲得し、交渉50万枚、オリコンでは30万枚のセールスを記録した上に、1979年2月21日に、西条秀樹がカバー曲、ヤングマンを発売し、交渉140万枚、オリコンでは80万枚を超すセールスを記録した。また、 同年4月5日放送のザベスト展では、同曲が9999 99点をマークして第1位を獲得している。Y,M,C,A を全身で表現した時の図もともと発売時には、核となる振り付けは存在せず、ビレッジピープルは来日時に夜のヒットスタジオ等に出演した際には、一般的なディスコダンス風の振り付けで歌っていた。 現在に至るまで様々な場所で使用されている両手で Y,M,C,A の4文字を表現する振り付けについてアメリカのテレビ司会者であるディック・クラークは自身が司会を担当する音楽番組アメリカンバンドスタンドで初めて行われたと語っている。ビレッジピープルがゲストだった1979年1月6日の同番組において演奏中に観客の一部が行っているのが見られ、 またリードボーカルのビクター・ウィリスもその振り付けを練習していた。現在ではライブでビレッジピープルのメンバーが観客に対して振り付けのレクチャーを行うことが恒例になっており、実際にほとんどの観客がこの振り付けを行う。なお、ビレッジピープルのメンバー自体は歌唱中にこの振り付けを行うことは稀で、例外的に2008年にニューヨーク、 旧ヤンキースタジアムで行われた MLB オールスターゲームでビレッジピープルがゲストで招かれた時にはこの年限りで取り壊される旧ヤンキースタジアムにて長らく YMCA のパフォーマンスが親しまれたことからメンバーも振り付きで歌っている。ヤンキースタジアムで YMCA を踊るグラウンドキーパーありがとうございます。